はい、こんにちは、ジャマです。今回はドラゴンクエスト消し消し、やっていこうと思います。ということで、前回ね、2章の今日かなに一旦戻って幽霊と戦ってきたんですが、まあ、今回はね、改めて4章内海の方に進んでいこうと思います。ということで、4の1ですね。行ってみましょう。レッツ消し消し、レッツ消し消し。さあ、今回は海のステージで水のモンスターが多く出てくるのかなという感じで、プチャノシーメイダシビルクラゲという感じですね。ドラケシとドラケシの間を邪魔するような壁があるわね。あー、なるほど、これ横に動かせないってことだよね。壁に遮られたドラケシは動かせないかも。壁に気をつけて、レッツ消し消し。なるほど。うわー、ここ5個消しできないっていうね、辛いね。おー、はいいわね。これは、こういうのでぶっ飛ばせるのかどうかチェックしましょう。あ、オッケー、消えるね。なるほど、この調子。消せるんだったら、まあいろいろやりようはあるわ。ただあれだね、さっきので消えなかったから、この、横から当て、正面から当てないと消えないって感じだね。いいわね。だからこれは、あ、オッケーオッケー、これを当てれば、2個消せるのかな、このまま打てば。よし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 。あ、今4つ消し作ってからのが良かったね。まあ5つ消しのチャンスもできるかもしれなかったから、まあ一長一短かな今のは。いいわね。そうだな、これは、あ、まあ5個消しだけなら作る。これここで、ぶっ放すと全部消えるのかな。この縦のやつも消えるかはチェックしたいな。こうやると、あ、いいねいいねいいね、消えるね。しっかり消せる。あれだったら、消せるのが確認できたのは良かったかな。で、まあ、4つ消しする。この調子。オッケー、じゃあこれは打ってしまいましょう。よーし。結構いい感じだね。そして5個消し、できるから作りましょう。いいわね。これはそうだな。まあ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 、そうなるか。これはぶっ放しちゃっていいのかな。こうだね。シャドと、横にボーン。オッケーオッケー。これで、お、プチアノ高いね。まだ生き残ってる。もう一丁。まあ、これでとどめですかね。いけ、シャド火炎斬り。シャド火炎斬りだとなんか微妙にメドロコアっぽさが出る。まあ、ちょっと火力抑えめの。オッケー、クリアですね。お、いきなり宝箱。まあ、ドラケシはドロップしなかったけど、何かアイテムをゲットしたみたいですね。まあ、経験値のやつかな。おめでとう。これはスコアも、いきなり星3つ。オッケー。メダルゲット。まあでもね、小さなメダルね、結構、しばらくね、新しいドラケシをゲットできる機会はないゾーンに入っちゃったみたいなので、まあ、あんまり、気にしないで進めていった方がいいのかもしれないねって感じかな。はい、ということで、まあ、4の2に進みましょう。一応ね、完全に詰まるまではガチャは縛っていくつもりでやってるので、新しいドラケシをゲットする機会はね、ドロップか、もしくは、なんだろう、ミッションとか小さなメダルしかないなと思ってたんですが、小さなメダルでのね、ガチャゲ、ドラクシゲットの機会がちょっと、ないみたいなので、少しがっかりしてますという感じかな。この調子。これは、そこ上にやるより横にずらした方、あ、でもどっちもどっちか。まあ上にやりましょう、じゃあ。多分これ、そこの木は壊せる。オッケー、壊せるね。いいわね。そしたらね、これ、あれだね、シーメイダー挟むように、木の板あるから、こっちずらして消した方がいいでしょう。オッケー。で、また4つ消しできるので、これ4つ消しして、オッケー、縦が出てくるなら、これ横にずらして、さらに3つ木壊していきましょう。この調子。オッケー、この障害物はね、一応壊せるのが分かったから、結構、
あ、これこのまま横打っちゃおうか。で、ガイコスも巻き込んで、ドカン。おお、よし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 。で、プチアノン。結構ダメージでかいな、プチアノン。そうだな、どうしようかな。まあ、これはこうやるか。おお、いいわね。そうだね。できれば、モーモン一段下に下げたいんだけど、うまく下げれるような配置をしてないから、これは、一旦スライム打っちゃうのもありか。いけ。よし、プチアノ持ってった。この調子。さあ、そして、あとは C メイだとあっちのプチアノンだが、よし、この調子してきた。ヒャドの人、撃っちゃうか。撃っちゃおうね、これは。ヒャド撃って、あ、でも今一つ。いいわね。これもしかしてこのステージは弱点つけない感じか、これ。ちょっと属性変えた方がいいかもしれないな、チームの。骸骨が今一つということは、このプラチナソードも今一つなんでしょう、おそらく。あ、そうだよね、ダメージ少ないね。そうですか、そうですか。だとしたらちょっとチーム組み替えるべきかもしれん。まあ今回はね、スムーズにクリアできたからいいけど、ただね、あの属性の相性がね、まだよく分かってないから、何属性に変えればいいかがよく分かんないんだけど、その辺の説明ってどっかに出てんのかな。この調子。はい、ここも星は3つできるかと思ったけどできなかったね。ただスライムも弱点つけてなかったから、何色だろう、丸赤い丸かな、もしかして。赤い丸だとすると赤い丸のやつ全然育ててないんだよな。ちょっと一旦いらっしゃいませ、ドラケシの編成で三角がね、ちょっと弱点がつけないっぽいのが分かったので、まあメンバー変える、まあでもレベルが上がってないから何とも言えないけど、そうだな。いや、まあこのまま行こうか一旦。ちょっとね。ありがとうございました。まあむしろここでモンスター何かドラケシドロップできたら、それを活用していく。そんなことを考えたいかな。そうなると、さあここはプチアノン、シビレクラゲ、シーメイダの3体ですね。あ、プチアノンじゃない、ダイオウイカだ。これどっちかがレアなのかな、そこもまだちょっと把握できてませんが、おっと、この調子。どっち壊そうかな。右壊しますか。で、モーモンはとりあえず放置して、まあ、またここで4つ消しをして、縦か。縦だったら、隣も壊していきましょう。これも縦だったら、あ、横か。まあ、横なら横で1つ下の段で壊していけるから、まあ、よしとしよう。OK。で、ここも壊しちゃいますか。よし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 。いいわね。さあ、ヒャドは、撃っちゃう？撃っちゃおう。ヒャドで、その木の板壊して、下に下げていく。おぉ、いいわね。で、お返しして、これは、そうだな、どうしようかな。この C メイダ倒したいな、横に動かしてここへしたいのにっていう。まあ、とりあえずこれぶっ放しちゃおうか。プラチナソードで、あるいは、そうか。
いまいち。まあまた横消しして、これは縦で消せるけど一旦保留かな。おお、いいわね。いや、これ撃っちゃうか。もう一個隣にできてればなぁとは思うけど、しょうがない。これはそうだね、まあくっつけるにはちょっと剣が邪魔だが、すぐに消しチャンスもないか。ちょっとこれは困るね。いいわね。痛い痛い。回復もちょっとできないな、どうしよう。おお、いいわね。そうだな、ここをちょっと消す手段が今のとこ見当たらないから、これ下に下げてぶっ放しちゃうか。そいつがね、そう、一旦倒せればダメージ抑えられる。よし、回復できる。オッケー、回復する。あぶねー、こっちも作っちゃおうか。で、火炎切りで割れる。オッケー、よし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 、一旦回復がしっかり入った。あと一回回復できるよね。オッケー。だったら、どうしようかな。すぐ回復するっていうよりは、これこれちょっと撃とうか。シーメイダーが多分倒せないんだけど、倒せばギリギリ食らっちゃうか。もうちょっと火力あればなって感じか。まあミックスで回復しましょうか。デホイミヒャドで、おし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 。まあ、シーメイダもこれで落とせるでしょう。いいわね。これで落とせる。あ、落とせないか。まあいいや、スライムで落としに行きましょう。よし。さあ、そしてあちらのイカちゃんだけど、あ、これどうしようかな。もう回復はできないんだよね。だから、素手殴ろう。ペコって。そっちかー。あー、じゃあちょっと割って、あっち側にスキルが1個を祈ろう。ゲージが溜まって、よし。まあまあまあ、剣だったら別にどこで生まれてもって感じがあるから、これでとどめになるかな。よし、オッケー。ダイオキッズを粉砕しましたよと。ドロップ。あー、しない。この調子。はい、また星2つか。まあこれも後でやり直しておきましょう。まあレベルがね、上がってくからね、ギリギリ倒せなかったやつも倒せるようになるだろうし、同じようにやってるだけでも、星3つなんとか、できる時がありそうですよね。なんか2人して並んで見てるけど、これは同じセリフかな。巨大な海流が現れるから気をつけてねと。で、王子スライムがピッキン海流さんとの戦いで星を3つ取ると何かが起こると。まあ、4の4行きましょうか。頑張ってね。はい。さてさて、まあ今回もね、 5ステージぐらいで一区切りにしようと思うので、まああと2つって感じかな。まああまりに手こずるようなら、1ステージ減るかもしれんけど、今回はあれだね、木の柵とかも特にないから、まあ普通に倒していけばいいよって感じのステージっぽいですが、だからといって楽かというとそうでもないか。ちょっと攻撃しにくい場所にみんないるね。いいわね。そうだな、これ、あー、ずれちゃった。ちょっと5個消しチャンスがあるかなと思ったんですが、ずれてしまいました。どうしようかな。こっちで微妙にダメだ。いいわね。結構難しいかもしんないな。おあ、オッケー。とりあえず僕でし作れた。オッケー、いいね。これはくっつけちゃおう。端から削ってく。くらえ。
よし、オッケー、2体持ってった。ちょっと攻撃がね、減らん、数を減らさないとね、ダメージやっぱ大きいから。オッケー、すげえいい今の。くらえ、火炎斬り。よし、よし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 、いいねいいね。そしてしびれクラゲドロップ。よし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 、この調子。オッケーオッケー、これはかなり。ツムリも撃っちゃっていいかこれ。おお、いいわね。スライムツムリちょっとぶちかましてみましょう。キャド、よし。あとはまあよ、あーそうか、これはどうしようか。当たるんだね。当たるんだったら当てちゃおうか。こういう感じ、当てる、当たる当たる、オッケー、とりあえず倒した。いいわね。あとは右下だけだけど、まあ一発殴られて、オーケー、いいわね。これでフィニッシュかな。くらえ、火炎斬り。よーし、オッケー。まあ、あとはここでちょっと回復できるから、ワンちゃん星さんあるかどうか。いいね。さあどうでしょう。ないね。しびれクラゲゲットはまあ嬉しい。あ、しびれクラゲこのオレンジのやつか。ってことは王子スライムと属性一緒だね。なるほど。麻痺攻撃、しびれ毒による攻撃で円形の範囲に敵の攻撃を5ターン遅らせる、そういう系か。眠らせるでもと似たような感じだね。はい、次行ってみましょう。まあまたねこれ、次で一区切りするけど、裏で、星3つ取れてないとこ取るときに、まあ、レベルアップもさせていこうと思うので、ダメージ3500で、隠された道が発見。まあ後で星埋めをね裏でやってるときにレベルアップも、させてお、おいて、なんか新しいキャラをね使っていこうかなと思います。ということで、まあ今回はねこのままのチームでいきますが、次回はねちょっと編成変えてみるかもしれません。ということで行きましょう。お、ここは、マリンフェアリー、ダイオキッズ、シビレクラゲか。どうしようかな。まあ一旦指示通りに。いいわね。ほう、これはまあ いきなりぶちかましてもいいか。くらえ、よし、おお持ってった。そしてドロップマリンフェアリー。いいね。この調子。さあそしてこの横つげしで持っていったかと思ったが、持っていってない。あ、でもこれはフィニッシュかな、上は。よし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 、これであとは下だけ気にすれば OK。 どうしようかな。一旦こっち消して、まあ四つ消し入れて、いいわね。どうしようこれ。まあワンチャンモーモン5個消しができる。あーダメか、降りてこなかった。ここにね、ピンクモンも降りてこないかなという期待しての、ここにねピンクモンも降りてくる可能性があるから、まあもう一回やってみよう。いいわね。あー、まあまあまあ、これはこれで、あーダメか、それだとダメなんだよな。縦だったらね横に逃がすっていう方法でピンクモンも、下ろすことができたんですが、まあこれだとちょっとダメですね。だったら、だったらまあこう、これでいいか。そこにできんかい。まあいいや。火炎斬り当てながら回復していきましょう。よし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 。おお、いいわね。さあ、骸骨はぶち当てちゃいましょうか。くらえ、よしよしよし、まあ耐えられちゃうね。いいわね。
まあでもこれで落とせるかな。オッケー。そして残るはあと2人。いいわね。どうしようかな。これ剣でどれぐらいダメージ入る？単独の火炎切り287。あ、オッケー、持ってくれるんだ。いいわね。あ、よし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 。それなら、それなら全然いい。あとは、まあ頑張って4つ消してもいいからゲージを貯めて、おーし、オッケー、これはフィニッシュでしょう。くらえ、やろ。おーし、よし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 。オッケー、これは星3つもらえるかな。満タンに近いけど。よし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 。この調子。オッケー、これはいいんじゃないか。久々の星3つ。オッケー。メダルゲット。まあ、それ以上にね、このマリンフェアリー一発で落ちたのは嬉しいかな。なるほど。これひし形の紫のやつか。マリンフェアリーホイミ。あ、これ回復なんだ。へえ、なるほどね。ベホイミじゃないのか、でも。ちょっと微妙だったかな。せっかく落ちたけど。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしておこうかなと思います。またね、次回は4-6から、やっていきましょう。ここはね、どこまであるんだ ?18 がボスか。18がボスで、隠しがあるので、19ステージかな、全部で。だから、5個ずつやってると、4回で、一応ボスまでいけるかな、というとこですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。まあ、ここのね、マリンフェアリー、一発でゲットできたのは良かったかなと思います。ってことで、終わります。ありがとうございました。よいしょー。